不思議なホテルの話。奥多摩のちょっと手前羽村っていうとこ、うん、飲食みたいな、まあ、旅館みたいなとこ泊まってきたんですよ。おおパンチきとるなともう全部溜まってるんですよ。めちゃでうわこれさっき5分前に洗った体の泡が今来たわこっちにみたいななんかもう洪水みたいな不思議ホテルの世界、いろんなやつおるな、変な人大集合。海外のホテルの話もちょっとたまにはねしていこうという。フランスのねニースに泊まったんですよ、うん、メリディアンやったかないやーと思った瞬間に女の子がって言われたんですよ。うわーのと思って、なんで素晴らしき不思議ホテルの世界。モロッコマラケッシュアラーオーアクバー、イスラム圏やから汚い街これほんまにいいとこで、リヤドっていうのはお金持ちの邸宅、プールついてるしテラスすごいね、王様の部屋みたいな感じで、うん、天蓋付きベッド、これね初めて見てんけどか分かったようで分からんかったけどホテルの世界。モロッコサハラ砂漠にワルザザードの近くのティンジリ、砂漠のオアシス、4つ星か5つ星かもしれん。おところがねないんですよね、もないんですよ、ないんですよ、ないんですよ、4つ星5つ星でもないんかないのちょっときつかったけど、変やんと思ってしゃあないからけどいるから珍しいわと、あよかったよかったと思ったのにがないんですよ。これおかしない？あと石鹸のもうこんなんあかんわ。